空き時間で。あー、いやもうこれ黒くなっちゃってますよ。それ塗りたくればいいんじゃない。あ、じゃあこれ違う、空気に触れて黒くなっちゃった。もう無理なの、それ塗ったところ。いや、大丈夫だと思いますよ。いけるよな。出ない。なんか傷あるよ。ゾロだったら打ち切れてる。はい。なるかな。いやでもなるんですかね。でも青すぎてなんない。色抜かないとじゃないですか。こいつ青確かに。でも普通に汚い色になるな。一回色抜いた方がいいのか、ね、こいつは多分。おい、ちゃんと鼻開けとけよ。知らないっす。人形の方が上手いじゃないですか。確かに染めんのも佐々木よりも上手い。ミッド帽は出てるな。いや、ミッド帽が売ってるな。アイスです。外して外して頭洗って、まあ多分黒くなってる。あ、オッケー。何してる。え、黒染めしたん。黒染めしたんすか。うん。お、でも言ってる。うん、苦しい。お、洗いますね。あ、優しいお前。洗いますね。かゆいとこないですか。かゆいとこあったら手あげる。まあ、いや、今全部かゆいだろ。かゆいとこあったら手あげる。うわー、なにこれ。あ、これ、ここできんじゃん。はい、これすごいっすよ。こうなった時の価値はすごいと思う。うん、目入ってる。ええ、はい。人形です。あ、そっか。じゃあ何やるか。普通に頭洗っただけだよ。あと髪の毛伸びたしな。ちょっとこんな感じでしたっけ。かっこいい、かっこいい。髪型こんな感じでしたっけ。あれ、ろうそくみたいになってるぞ。そうね。200度ある時の火みたいな。正しい火ですね。正しい火。外縁と内縁。あ、不完全。不完全燃焼じゃない。そうそうそう。だから。私ずっとカンタさんのこと見てる。怖いよ。マジで。じゃあちょっと最後落として。はい。ということで、今日は。そうですね。なんかアメリカのロックバンド感すごいな。なんか。多分。ぜひこれからもよろしくお願いします。汗する。みたいな。